はいはいはい、まあ、手を差し伸べて泣いてる。すげえ、めっちゃわかる。涙の痛みも。なるほどね。この番組は今日のスポンサーの提供だ。プロプレスボース。よっしゃー。しゃ。さあ、この動画はノリでお送りいたしますが、よっしゃた、うまくいかなかったらボツですって感じでですね、今日もですね、デクスカーの鏡お迎えして動画お送りしていこうと思うんですけれども、今日は、はい、鏡の持ち味といえばさ、クリーンもあるじゃん。美声クリーンというかさ、言われ慣れてると思うけれども、うん、まあみんなそういう印象を持つぐらい、綺麗なクリーンを彼は歌うんですね。ちょっとクリーンについて語ろうじゃないかと、はい、いう動画でございます。やりましょう。やりましょう。多分こういうの話すのは初めてかもしれないね。これ初めてっすね。すごい。だからめちゃくちゃレアだと思うので、ぜひ最後までご覧いただきたいのと、あとチャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いします。デクスカーの情報等々も概要欄に貼ってますんで、よろしくお願いします。まあデクスの、うん、まあちょっと歌詞、うん、歌の歌詞の一部をちょっと利用してやっていければなと思っていて、うん、ザライトとか、はいはい、その辺のサビとかね、はいはいはい、っていう曲があるんですけど、めちゃくちゃ高いね。高いし、鏡の持ち味が出るところだと思うんで。そうね、ツヤ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 。確かに確かに。っていうこういうサビなんですけれども、うん、めちゃくちゃ高くて、トップが多分この辺なんですよ。めちゃくちゃ高くて、まあ、男性キーとしてはもう破格のピッチなんですけれども、鏡みたいにこう綺麗にギャップで見せていきたいとか、普通に綺麗に歌いたいとか、鏡っぽくクリーンみたいな。あ、いいですねなんか、うん、僕結構あの自分でレックとかして、うん、自分であの編集とかもしたりするんで。あ、そうなんですね。全部やってるんでね。結構あの、うん、自分の声っていうのを、はい、波形とか生声を見る機会が多くて、はいはいはい、確かに、うん、そういう時になんか、うん、意外と自分の声研究したんですけど、うん、はいはいはい、素晴らしいですね。結構ね、うん、声の揺れが あの多くて。なるほどなるほどなるほど。だから、うんうんうん、こういう揺れだよね。うん、だから細かいとビブラートとかとまた別だと思う。違うんだよね。誰かが照らしたったみたいな。あー、なるほどね。そうた、そう別にこれも意識してやってることじゃないからそうそうだよね。癖でやっちゃってるだけなんで、オリジナルのところだよね、うん、が多いっすね。なるほどね、なるほどね。あ、そういうことね。誰、うん、たここもそうだよ多分、うんうん、誰かが、そうそうそう、誰かが照らした、うん、ただちょっと見せたけど、まあこういう感じだよね。そうそうっすね。あとはビブラートがやっぱ細かいですね。はいはいはい、ルルルルって、そうそう、これ結構言われるんですけど。あ、なるほど。未来にとかじゃないね。うんうんうん。多分。多分ね。なんかね。ちょっとやってみると。あ、ぜひぜひぜひ。何かが照らした未来は。なるほどなるほど。わあ、なるほど。確かに確かに。綺麗なビブラートじゃないですよね。あ、ちょっとカクカクしてんのか。うん。なんかね。こういう感じよりはさ、三角に見えるな。あ、はい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 。印象ね。うんうんうん。まあ、細かいっす。なんか、とりあえず。細かいよね。なんかその、どこにもぶつかんないこういうビブラートじゃなくて、うんうんうん。こう、床があって、こういってるかも。うん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 。イメージとしては。うんうん、ここにぶつけるバウンドでやってるイメージがある。聞こえ、そう、そうっすね。うん。なんかそんな感じするわ。そんな感じかもしれない。うんうんうん。普通でやると、未来はうんうんうん、これがまあ綺麗なビブラートね。多分普通のよくあるやつ、うん、よくあるやつかもしれない。鏡のはむずいな、うん、なんかね、未来はいや、それミントに近いの、うん、本当にそんなイメージちょっとできたね今ね、うん、こっちに今バウンドさせたんですけど、うん、それっすね。なるほどなるほどなるほど、こっちなんだ。そう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 。あー、わかったわかった。あー、なるほどね。この方が喉疲れないかもしれない。確かに、うんうん、なんか。でも、ここだけでしてるみたいな。うん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 。なんか手頃かも。うん。意外となんか。そう。へぇー、面白い。あとあれね、最後の語尾の。うん。うん、そう、それな。それ俺、ね、よく真似するんですけど。ちょっとエッチなやつ。そう。そうだね。あ、エッチ癖がある。ちょっと。困っちゃうね。そう。それ困っちゃうね。みんな見てるんで。
目をそらしたみたいな感じか。ね、今ビビラットちょっと、今いい感じの喘ぎ。ちょっと寄せた。いい感じの喘ぎ。いい感じの喘ぎですか。いい喘ぎ。いいですね。ありがとうございます。結構やりますね。それあるよね。そう。で、それ入れて。そう。あ、でも、あれを、うん、ちょっとね、なんか、うん、あれって結構賭けで。賭けなのあれ。あれ賭けなの。あれギャンブルなの。ギャンブルで、うん、俺はもう癖づいちゃってるから、うん、いいんすけど、うん、あれやりすぎるとマジでキモいんで。あれ、いや、本当に。露骨にやると。あのね、多分ね、カラオケとかを普通に楽しみたい人は、あんまやらない方が、うん。やらない方がいい。あの、あいつなんか、あやく、いちいちあやくんですけどね。多分帰る、みんな。本当に。一旦鏡に寄せるために、うんうん、練習としてやって、そうそうそう、引き出しに入れといて、うんうん、引き出したい時だけ引き出すぐらいがいいのかもしれない。このカラオケの時はもう控えるんで、あれ、割と。面白そう。若干。若干ね。若干、ちょっと自重する。ちょっと気にする。エチケットね。エチケット。なるほどね。名前がないようにし。確かにそう。確かに。それはそうかもしれない。あとはなんか、シャウトと絡めていくじゃん。うん。シャウトとは、僕の意識としては、もう全く違うんですよ。クリーンとシャウトって。うん。もう逆ぐらい。うん。いや、間違いないです。間違いないよね。うん。逆なんだよね。全く別。全く別なんですよ。俺の感覚では。やっぱそうだよね。いや、俺もそう完全にやっぱ思ってて、うん、その辺でなんかある、意識としては。うまく切り替えるためにね。うんうんうん、やっぱり、うん、そうね、うん、俺意識ライブで意識してるのが、はい、そのシャウト、うん、クリーンを歌うために、うん、シャウトをちょっと弱めるんじゃなくて、はい、おじゃなくて違うシャウトをかっこよく出したいから、うん、クリーンをちょっと弱めるっていう、なるほどね、そっちの、あー、なるほどね、クリーンをちょっと省エネにするっていう、だから差をいっぱいつけた方がいいんですよ、うん、軽くしとくんや、軽く、まあやっぱ重さを抜くのかな、重さは抜きたいですね、軽くね、もう本当に軽く、だからそれこそさ、手を差し伸べて泣いてるとか、うんうん、ああ高い、めちゃくちゃ高い、これもうめちゃくちゃD とか行くっすけど、うんうん、ここで要はなんか重くいっちゃうと多分ルーは出ないんだよ、うん、出ない、手を差し伸べて、うん、うん、泣いてる、まあこうなっちゃうよね、確かそうだし、なんかあんまかっこよくないし、うん、なんか気持ちくない、気持ちくないね、お手本いきますか、お手本いける、これこれね高いですよ、手を差し伸べて泣いてる、ういういうい、こんな感じか、これが重くいっちゃうとここまでいかないんだね、重くいっちゃうと、うん、手を差し伸べて泣いてる、ちょっと気持ちくなっちゃうから詰まるね、そう、はい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 、まあ、手を差し伸べて泣いてる、すげえ、めっちゃわかる、なんだろうね、そのさ、前に出さないんだよね、うん、前に出さないです、跳ね返ってこさせる感じというか、うん、響きで音量は稼ぐっていう、そうだね、あー理想的なクリーンですわ、うん、それだって綺麗に今繋がってたもんね、うん、むずいっすけどね、むずいっすけど、だから今1オクターブぐらいだね、でも多分始まりが C とかでトップが D だから、うん、D でビブラートかけられるんだね、そう、ル、これね、うん、泣いてるのルで、うん、ルは、うん、あのビブラートをかけた方が気持ちいい、なるほどね、確かにね、ここはそうかもしれないね、ここをビブラートかけるかかけないかで変わってくるその後のシンガロングのもう状態が変わってくるからなるほどなるほど、みんなのテンションも変わってくるね、ここね、で最後上がるっていう、確かに、あえぐルー、そうそうそう、で上がるよね、あとは、うん、なんだろうな、うん、まあラストぐらいかな、うん、うん、日本語、日本語ね、はっきり歌詞をはっきり、うん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 、歌う言葉をね、言葉を、なるほど、を意識してます、あ、なるほど、それ、それは意識してる、へー、なるほどね、なんかわかりやすい曲とかある、なんだろう、うんうん、ブレインとか、ブレインマシング、ブレインマシング、あ、代表曲ですね、うん、なるほど、サビとか、そこには何もなれはしない希望も、ここが今僕今普通に歌っちゃったっていうか、まあでも、うん、そのうんうんうん、あ、分からん、あんま変わらんかも、あ、はい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 、いやいや、イメージ的には本当にはっきり歌う、はっきりなのイメージなんですけど、うんうん、はっきり歌わないバージョンだと、うんうんうん、そこには何も生まれはしない、なるほど、なるほどね、うんうん、わかるよ、ではっきり歌うと、うん、
そこには何も生まれはしない。あ、はい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 、希望も涙も痛みも。なるほどね、なるほど。あー、確かに確かに。そうそう、芯をずっと持ってる感じだな、うんうんうん。はっきり言わない方がやっぱちょっとこうふわっとしちゃうっていうか、うん、力強さが簡単に言うとあんまりないというか、説得力がない。そうだよね、うん、そんな感じした、うん、確かに確かに伝わらない感があるね、うん、はっきりさせた方がいい。歌詞を伝えたいみたいな、うん、気持ち。ああ、なるほどね。でいけばいいんじゃないですか、ね、なるほどね。そしたら気づいたらまあはっきりしてたなっていう感じなんだね、うんうんうん、そうですね。おもろおもろ、いろいろ教えてもらって、じゃこれを多分皆さん意識してもらうと割と鏡っぽく歌えたり、なんか美しく歌ってったりとか、それこそ割とこうミックスボイスに繋がってったりとかいう意識もいっぱいあったと思うので、うん、ぜひ参考になると嬉しいですということで、ありがとう、いろいろ教えてもらって。はじめさん、いや楽しかったです、歌詞使わせてもらった曲とか概要欄に貼ってますので、そちらチェックしていただきたいのと、あとチャンネル登録と、あと今回の動画よかったら高評価もお待ちしておりますということで、鏡くんでした。ありがとうございました。みんなで鏡になろうぜー。